これ松木って書いてある。松木さんって書いてある。これ猿の人じゃないでしょ。いないよね、松木さんの機関にね。岸本さん、岸本さん、これ見ちゃするかな。いい顔して。いい顔して。はい。いい顔して。笑って。はい。大きい。笑って。今年は春先から天候不順で心配されましたが、町内外から55個も出品され、いよいよ重要の計測が始まります。1個目、エントリーナンバー50番、西谷在住の佐高幸太さんのかぼちゃ、よろしくお願いします。毎年のごとくですね、実行委員の男子陣が運んでくれています。早速もう乗ったんで発表いきましょう。遠藤さん、お願いします、はい、48.8。 53番、同じく西谷在住の佐野大地さんの 52.7。 ここで50キロ超えということで 52.7キロ。コメントもいっぱい、いつもたくさんの応募がありますけども、はい、総額 111.7。 出ました、100キロ超え。すごい、ついにここで100キロ超えです。 111.7キロと。しかも北海道にいる。北海道にいる。あー、カメが、あー、すごい、頑張れ。あと10人。やばいやばいやばい、大丈夫か。足元気をつけて。怪我の足で。あー、腕が震えてる。いやー、動かせなくん、腰に上げるけど腕がすごい。読み上げます。はい、197.2。 197.2キロです。おっきい。ちょっと違う、また今年もチャンピオンになったということで、ちょっと一言。パルモ町の皆さんのおかげでこのようなことで育ちました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年のグランプリです。パンプキンコンテスト準グランプリ賞、曽我部道夫様、記録 111.7キロ、以下同文でございます。おめでとうございます。パンプキンコンテストグランプリ賞、渋谷浩二様、記録 197.2キロ。あなたの育ったかぼちゃはシンデレラの心がそのまま詰め込まれたような夢あふれるものでした。ここにその深い愛情とたゆまぬ努力をたたえ、これを表彰します。昨年は軽トラの上に今年よりも大きなかぼちゃを積んで、築30回記念という掘り込みまで入れていただいたのに中止になりました。そしてまた今年リベンジでサルまで来ていただきまして、グランプリ賞となりました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。